山本義彦君。皆さんこんにちは、改革クラブの山本義彦でございます。平成23年9月定例会一般質問3日目でございます。皆様におかれましては大変お疲れでございましょうが、しばらくの間お付き合いをよろしくお願いいたします。この度台風12号は紀伊半島を中心に未曾有の被害をもたらしました。人的被害は9県にまたがり、死者行方不明を合わせ100人を超え、時間の経過とともに増加し甚大な被害が出ています。今なお1340世帯約2500人の人が孤立状態になっております。犠牲になられた方々のご冥福を心よりお祈りいたしますとともに、被災されました皆様に心からお見舞いを申し上げます。一日も早い復興を願うばかりでございます。さて3月11日東日本大震災から半年が過ぎ、大地震の記憶はいまだに生々しく残っております。テレビを見るたびに自然の脅威をまざまざと見せつけられております。災害は忘れた頃にやってくると言われております。皆様もご承知のように、本市でも平成11年9月24日台風18号による未曾有の被害からすでに12年が経過しようとしています。今回の台風被害の教訓に、地域防災減災の両面から十分な体制を整えていただきまして、市民の生命財産を守っていただきますよう冒頭にお願いし、通告に従いまして質問に入らせていただきます。今回は観光振興の観点から八代全国花火競技大会についてお尋ねいたします。第1点目は、これまでの花火競技大会の実績と今回の取り組みについてで、第2点目は交通渋滞対策と観覧車の安全を確保するための警備体制について、第3点目は今後の課題について、以上3点についてお尋ねいたします。秋の夜空をキャンパスに、大音響とともに次々と色とりどりの大輪の花を咲かせ、夜空を美しく彩る花火はまさしく芸術であります。1987年昭和62年に始まった八代全国花火競技大会も、今年は九州新幹線全線開業記念大会として第24回を迎えます。八代全国花火競技大会は毎年10月の第土曜日に開催されますが、今年はニューオリンピック2011ふれあい熊本開催のため1時間延期され、10月22日の第4土曜日に行われます。この花火競技大会は北は秋田県、南は鹿児島まで全国各地から30人の有名花火師たちが一堂に集まり、技と華麗さを競い合う全国に誇れるレベルの高い花火競技大会に成長してきております。会を重ねるたびに観客も年々増加し、市内の宿泊施設では収容できないほど盛大なものになってきています。花火競技大会は夏ではなく秋の風物詩として、本市を代表する一大イベントとして定着してきましたことは、関係各位の皆様のご協力の賜物と深く敬意を表する次第でございます。
まさに日本を代表する全国花火競技大会でありますし、県内外に誇れる最大規模のイベントでもあります。この花火競技大会の開催にあたっては、警察当局はもとより、消防団交通安全協会の関係者の方々、また大会に協賛していただくたくさんの企業団体や会場周辺の方々、そして大会翌日の清掃作業においては、地元高校生を含め24団体約800名のボランティアの方々による清掃放出作業など、大勢の市民の皆様に温かいご支援により支えられていることは申すまでもございません。全国花火大会と名のついた大会は、昨年100周年を迎えた秋田県大仙市合併前の大曲花火でございます。また今年第87回を数える茨城県の土浦市と八代全国花火競技大会の3カ所だけであります。現在全国各地において大小さまざまな花火大会が約7000カ所で行われと言われております。このような中、今年の3月11日東日本大震災の発生により、花火大会を自粛された自治体も確かに多いようでありますが、ここで一番問題視されているのが、警備上の安全確保などの理由で中止された大会もあります。熊本市火の国祭りの花火も、観覧車の警備と安全対策の問題で中止が決定されています。しかし皆様の多くの皆様が楽しみにしておられる花火大会は、時には人命を脅かす危険をはらんでいます。近年全国各地で花火関連の事故が相次ぎ、規制や取り締まりが年々厳しさを増す中で、花火大会実行委員会や関係者の花火大会の開催に向けて慎重にならざるを得ないと聞いております。特に2001年平成13年7月21日兵庫県明石市の市民夏祭り花火大会において、歩道橋での見物客の将棋倒し事故によりまして、幼い子どもやご高齢の方々11名の尊い命が失われ、同時に247名の負傷者を出した痛ましい事故は、10年経った今でも記憶に新しいところでございます。心よりご冥福をお祈り申し上げる次第でございます。その後、全国的に警備体制、見物客の安全確保など、警察当局の指導が厳しくなっているようであります。この事故につきましては、主催者の明石市、警備を担当いたしました警備会社、また警備計画の指導に当たった警察に対し、その責任が問われているところでございます。なぜこのような事故が起きてしまったのか。警備体制の問題はもちろんのことですが、花火見物に訪れる人々のマナーの問題もあったのではないかと思います。このような事故が二度と繰り返すことのないことを願うばかりでございます。これまで大きな事故もなく24回目を迎えますが、花火大会実行委員会や関係各位の皆様には相当ご苦労があったことかと思います。昨年は29万人の収穫力を誇るイベントになってまいりましたが、このような大会をますます盛大なものとして、より大きな経済効果をもたらし、地域の活性化に結びつけていくためにも、絶対に事故が起きるようなことがあってはなりません。そこで第1点目、これまでの花火競技大会の
実績と今回の取り組みについてお尋ねいたします。次に2点目の交通渋滞と観覧車の安全の確保と警備体制についてでございます。花火競技大会の開催場所が毎年球磨川河川敷新萩原橋上流であることから、交通面においては国道3号線から松橋町付近から、また九州縦貫道路は宮原サービスエリア付近から交通渋滞を起こしています。特に会場周辺で不法駐車が見受けられるなど、通過車両や緊急車両の通行に支障をきたしており、交通事故の発生が懸念されるなど、交通問題解消が大きな課題であります。担当課におかれましては、この車両増加に伴う交通渋滞対策等については、毎年花火競技大会の事前打ち合わせを警察署をはじめ関係機関と協力して課題解決へ向けて取り組んでおられます。本年度は九州新幹線が全線開業し、全国各地からの観覧車が増加し、昨年以上に人出になるものと予想されます。時間帯につきましても18時30分から20時30分と暗くなってからの催しでありますために、交通事故など観覧車の安全を第一に考えなければなりません。特に観覧車の安全を確保する警備体制の重点課題については、毎年大会会場周辺に一番近く、観覧車の通行量が多く最も混雑し、転倒事故の危険性が高いとされるのが新萩原橋の歩道橋であります。また大会終了後約30分間萩原橋を通行止めにして、車道も観覧車が通れるよう歩行者天国にして観覧車を安全確保されております。安全確認のために先日現地で実測してまいりました。この新萩原橋は昭和49年6月に完成し、すでに37年が経っております。橋の総延長は657メートル、幅員は全体が10メーター25メートルで、車道2車線 7.5 上流側にあります。片側歩道の幅員が 2.75 メートルで、歩道の外側高欄の高さが 1.2 メートル、車道と歩道の仕切りがの高さが 0.8 メートルあります。橋の高さは水面から高いところで約8メーター、低いところで6メーターであります。橋の耐震対策についても、熊本県八代地域振興局の維持管理課の資料では、平成16年から平成18年に施工されており、阪神・淡路大震災規模に対応できるとのことであります。また管理については、橋梁点検を平成20年度に施行された結果、特に問題はなく、現在のところ5年に一度橋梁点検を実施しているとのことでございます。そこで第2点目の交通渋滞対策と観覧車の安全を確保するための警備体制についてお尋ねいたします。次に第3点目、今後の課題についてであります。先ほど申し上げましたように、花火競技大会の開催にあたっては、大会実行委員会や関係機関、さまざまなところで大変なご苦労があるのではないかと思います。昨年、花火競技大会も29万人と、年々観覧者数が増えており、すでに観覧スペースが飽和状態であり、警備体制についても限界に来ていると思います。したがって安全対策の確保が最重要課題だと思いますが、現在の大会会場では対応が難しくなるのではないかと思っております。これまでの場所変更についても検討を行われているのかお聞かせください。今後とも大会を継続していくためには、どのように取り組んでいかれるのか
お考えをお聞かせください。1点2点目を一括してご答弁をお願いいたします。3点目につきましては自席よりご答弁をお願いいたします。以上、壇上からの質問を終わり、再質問については発言席から行います。山本商工観光部長。山本議員の八代全国花火競技大会についてのうち、1点目、これまでの花火競技大会の実績と今回の取り組み、並びに2点目の交通渋滞対策と観覧車の安全を確保するための警備体制について一括して答弁させていただきます。まず八代全国花火競技大会は昭和62年に本市の観光事業および商工業の振興に寄与することを目的として第1回大会を開催し、今年で第24回目を迎えるところでございます。そこで昨年第23回大会は九州新幹線全線開業プレ事業と銘打ち、秀岳館高等学校雅太鼓とナイアガラの花火とのコラボレーションによりましてオープニングを飾ったところでございます。その後、全国各地の有名花火師30名による華麗な花火の技を競い合う競技花火やミュージック花火15号玉を打ち上げる特別花火など、総数約1万3000発の花火を打ち上げ盛大に開催し、事故もなく成功裏に終了することができました。観覧車につきましては、第1回大会は約10万人であったものの、年々増加し、昨年は過去最大の約29万人と、一昨年大会と比較し、約1万人増えております。バスツアー客につきましては、第15回大会から開催し、その時はバス84台、ツアー客3885人でございましたが、昨年はバス398台、ツアー客1万6575人で、一昨年よりバスが48台、ツアー客が2185人増えており、こちらも過去最高の参加となりました。また、鉄道利用客も増加しており、発着利用人数2万3315人で、2441人の増となっております。有料観覧席につきましては、昨年エキサイトシート1000席、ドリームシート2000席を8月9日からローソンチケットで販売開始いたしましたが、エキサイトシートは2週間、ドリームシートは6週間で完売をしているところでございます。また日名湖温泉や市内中心部の旅館ホテルの宿泊客は約2200人で満室となっており、このようなことから八代市におきまして大いに活性化が図られたと思います。今年の第24回大会は九州新幹線全線開業記念をと銘打ち、10月22日の開催に向けて精力的に準備を進めているところでございます。今回の取り組みにつきましては、九州新幹線全線開業に伴い、中国関西方面からの誘客を推進するための PR 活動を積極的に展開してまいります。また本年は競技花火、ミュージック花火、余興花火は例年通り実施いたしますが、より多くの観覧客を、失礼しました、
観覧車を受け入れるために特別花火としての15号玉の単発打ち上げを廃止し、代わりに15号玉の連発花火を打ち上げます。このことによりまして花火打ち上げの保安距離が縮まることから観覧場所の拡大につながり、エキサイトシートを昨年より2000席増やすことができ、3000席とし、現在販売を行っているところでございます。以上が主な取り組みでございます。続きましてご質問の2点目、交通渋滞対策と観覧車の安全を確保するための警備体制についてお答えいたします。まず交通渋滞緩和策といたしましては、早い時間帯に会場に来ていただくために昨年に引き続き12時から八代の特産物を集めた物産展、15時から八代ゆかりの歌手や団体による交流イベントを開催いたします。また会場付近に向かう観覧車の一般車両が渋滞の大きな原因であることから、河川敷の会場内駐車場と高田校区の旧3号線沿いの高田小学校、高田公民館、第5中学校の駐車場を廃止し、新たに日名郡埋め立て地に駐車場を設置いたします。そこでシャトルバスの運行につきましては、日名郡埋め立て地と会場近くを結ぶ球磨川以南ルートと、内港方面や臨港線の西にある大型ショッピングモールから新八代駅を経由し、会場近くを結ぶ2経路からなる球磨川以北ルートとに、エリアを分けました。このようなことでシャトルバスによる観覧車を会場近くに輸送することにより、会場周辺の車両渋滞緩和を図ります。シャトルバスの台数につきましても、昨年より15台増やし50台で運行いたします。また JR などの公共交通機関の利用促進のほか、交通規制や駐車場、シャトルバス経路、会場周辺案内等のさらなる周知を図るため、花火競技大会ホームページの開設やチラシ、ポスター等の配布、テレビ、ラジオなど各種広報媒体を活用し、積極的な広報活動、広報節電活動を行います。続きまして観覧車の安全を確保するための警備についてでございますが、警察や消防など関係機関と十分な協議を行い、警備指針並びに警備計画書を策定いたします。また大会運営に従事する関係者に対して、計画内容やそれぞれが行うべき役割を熟知し、業務に当たるよう周知徹底を行います。さらには観覧車の安全や円滑な交通誘導を行うため、警備員や交通指導員、交通安全協会員の適正な配置のほか、足元を照らす照明器具などを設置します。特に最も混雑が激しい新萩原橋駅周辺につきましては、昨年以上に警備員の増員と照明器具などの増設を計画しております。昨年の大会におきましては、警察、消防、警備会社、交通指導員等の協力により総勢約820名の体制で観覧車の交通誘導や安全確保に当たりました。今回につきましては、昨年以上の体制と綿密な連携により観覧車の安全を確保するため、関係機関と協議し準備を進めているところでございます。以上お答えといたします。山本義彦君。
ありがとうございました。部長の答弁をお聞きしまして、この全国花火競技大会の難しさ、大変さが分かる一方、八代市にもたらす経済効果が大きいものであると思いました。これだけ大規模なイベントに成長すれば、その運営主体を見直す時期に来ているのではないかと思われます。本市においてもますます全国から注目される観光イベントとして育ててほしいと願うものでございます。また観覧車の安全を確保するためには、警備員足元などを照らす照明器具の適切な配置、特に新萩原橋の歩道の混雑については大変危惧する一人でございます。熊本市の火の国祭りで恒例の納涼花火大会においては、熊本周辺御幸坂の下り坂は観光客が集中し、花火大会終了直後、1平方あたり9人と大変な混雑状況であることから、市は混雑状況を客観的に検証しようと、昨年花火大会で初めてビデオ撮影を実施し、検証した結果、警備上の安全確保などの理由で中止を決定されております。また先ほど申し上げましたように、明石市の花火大会でも見物するための延長100メートルの歩道橋内に1平方あたり13人から15人という異常な混雑になったことから、群衆雪崩が発生したと報告されております。本市でも大会終了後の新萩原橋歩行者においてかなりの混雑状況であると認識しております。会場には多くの市民観覧車も球磨川堤防に足を運ばれると思います。それだけに花火競技大会における観覧車の安全確保には万全を期す必要があります。安全対策についてはこれまで完璧ということは絶対にありえません。花火競技大会まであと1ヶ月余りとなりました。引き続き警察当局はもとより、警備協会や関係機関との協議を密接に行い、万全を期していただきますようよろしくお願いしたいと思います。以上、山本義彦君。そこで再質問させていただきます。今定例会冒頭、市長の提案理由説明の中で、地域づくり夢チャレンジ推進補助事業が県の補助内事に伴い補正予算が計上されております。この中には、八代全国花火競技大会観光誘致促進事業があります。そこで地域づくり夢チャレンジ推進補助事業の概要と事業の内容をお聞かせください。また花火競技大会に伴う経済効果についてでありますが、花火競技大会事業については昨年県内で初めて実施された事業仕分けでの審議が行われております。市民の視点で事業を評価された結果については、現行通り実施すべきとのことでございます。花火大会事業は地域経済の活性化のためには非常に貢献している。参加者がまた来たいという思うサービスを提供し、今後も安全対策を充実しながら継続していただきたいと評価されています。今週の花火競技大会も全国的に情報発信やPR も行き届いて定着してまいりました。昨年は天気にも恵まれ、相当な入り込みがあったかと思います。今年の八代全国花火競技大会の総事業費は約7300万円とお聞きしております。
毎年本市の一般会計から約3200万の事業費が補助されております。そこで先ほどの夢チャレンジ事業の内容と合わせて昨年の花火競技大会の開催に伴う経済効果についてお聞かせください。山本商工観光部長。はい、自席からお答えさせていただきます。地域の活性化を目指し、市町村や地域住民の自主的な地域づくりを支援するため、定住や雇用、交流拡大などの取り組みを総合的に支援する目的で、本年度熊本県が新設しました地域づくり夢チャレンジ推進補助金事業を活用し、今般九州新幹線全線開通に伴い、中国関西方面からの誘客活動など、新たな観光客の誘致と観覧車の利便性安全性の向上を図るために、警備員の配置、看板の設置や新幹線利用者の利便性を考慮いたしまして、新八代駅発着の新たなシャトルバスの運行、さらには広報 PR の強化などを行うため、今回補正予算を提案させていただいているところでございます。次に、昨年の大会開催によります経済効果でございますが、昨年の観覧者数は約28万人をもとに、熊本県観光統計で定めます計算式で算出いたしますと、市内外からの観覧者による宿泊費、飲料費、バスツアー料金や大会開催経費などの観光消費額である直接効果と、宿泊、飲食、交通費などの原材料費や商品購入費、また開催に伴う雇用賃金などの第一次波及効果および第二次波及効果の合計約13億3000万円程度の経済効果、波及効果でございます。以上お答えといたします。以上、山本義彦君。この夢チャレンジ推進補助金をどう生かすかということで、一つは九州新幹線の全線開業を機会に中国関西方面からの誘致を狙うということ、もう一つが来場者の利便性安全性の向上を図るということでございます。新幹線を利用しますと、博多から50分、広島から2時間、大阪から3時間半で来ることができます。八代市が全国に誇るこの花火競技大会は、新幹線を利用するにしてでも見に来る価値は十分にあると思います。どんどん中国関西方面に PR し、花火の町八代の名を全国にアピールしていただきたいと思います。さらに利便性安全性の向上を図るということですが、特に安全面につきましては重点な点ですので、しっかりとやっていただきたいと思います。花火競技大会開催に伴う経済効果については、昨年の花火競技大会の総事業費は約6300万で、市の負担金は先ほど申しましたように3200万円を支出しています。それに対し経済波及効果は13億3000万程度との答弁がありましたが、1日だけのイベントとしては非常に大きい経済効果であります。先ほど申し上げましたとおり、昨年の大会は九州新幹線全線開業プレ事業と、過去最大約29万人の観覧車を数える花火大会となっています。県内でも1日の観覧客動員数といたしましては最大級のイベントでもあります。従いまして、観覧車の宿泊費、交通費、飲料費、飲食費、また花火弁当とか記念品、花火グッズや土産物等の購入、コンビニなど、あらゆる部門で地域経済に大きく貢献していると思います。ご承知のとおり、秋田県大仙市、茨城県の土浦市、
地元の花火競技大会とともに日本三大全国花火競技大会であると銘打ちと言われております。両氏とも本市より歴史と伝統は古く、さまざまな点で学ぶところがあるかと思います。観光面はもとより全国に情報を発信するそのイメージアップにも非常に大きな効果があるのではないかと思っております。また多くの市民の皆様にとりましても、八代全国花火競技大会は本市の大切な宝なのではないか、また誇りでもあると思います。従いまして花火競技大会がもたらす効果はお金に換算できないほど経済波及効果があると思っております。これからも花火競技大会を地域経済界の活性化につなげていただきたいと思います。次お願いします。山本商工観光部長。大和議員3点目のご質問に、お答えする前に、先ほど私再質問に対する答弁の中で昨年の関連者数を28万人と申したようでございます。29万人でございます。訂正させていただきます。すいません。それでは3点目の今後の課題についてお答えいたします。議員ご指摘のとおり年々観覧車が増加しており、現在の場所での開催につきましては交通渋滞や観覧車の安全対策、特に花火大会終了後の新萩原橋周辺の混雑など大変苦慮している現状でございます。そこで市といたしましては、他に花火が打ち上げられる広大な場所の確保につきまして、八代港や外港周辺での開催ができないか、これまで検討を行ってきたところでございます。しかしながら周辺にはチップヤードや大島石油基地などがございまして、風向き次第では花火の燃えかすなどによる引火の危険性が考えられること、また観覧車が岸壁やふ頭、船から海に転落しないようにするための安全対策にかかる設備の設置、さらには警備要員の増大、また現在約1万2000人の観覧車が八代駅を利用して球磨川河川敷の会場まで歩いてこられておられますが、この観覧車を外港方面にシャトルバスで運ぶとしたら多数のシャトルバスが必要になること、さらには新たな駐車場の確保など開催に向けてクリアすべき大きな課題が山積し、現在の開催場所を変更することは容易ではないと現時点では考えております。以上お答えといたします。以上。山本芳彦君。部長の答弁をお聞きしまして、八代港や外交周辺での開催がいかに大きい課題があるか、困難であるかを理解いたしました。現在の場所での開催も難しい課題も多いと思いますが、関係各位のご努力で今後も八代花火競技大会が事故もなく盛大に開催されるよう願うものでございます。ここで全国花火サミットについてお話をさせていただきます。全国屈指の花火大会開催団体が一堂に会して花火大会についての研究や最新情報の交換を行い、さらには団体間の交流関係を築き上げていこうと当時秋田県の大曲市、現在合併して大仙市をはじめ5団体が発起団体として全国花火サミットという組織が発足しております。現在
全国11の団体で構成されています。サミットでは各花火大会の魅力の向上と花火を生かした地域の活性化などについて情報交換が行われております。会場を持ち回りで開催されますので、全国各地でそれぞれの花火大会や観光の PR を行う絶好の機会ともなっております。第1回目のサミットについては、茨城県の全国花火サミット in 土浦2001、平成13年の10月に開催されています。今年は宮城県石巻市の川開き祭り花火大会で10回目を迎える予定でございましたが、3月11日の東日本大震災で甚大な被害を受けられ、とても花火大会の開催は無理ではないかと思われていましたが、石巻商工会議所の関係者の皆様方のご尽力で第88回石巻川開き祭りを開催されております。今回は大震災の供養と復興への祈りが込められ、被災者の方々に勇気と希望と元気を与えたとの思いで花火大会が行われています。大震災による自粛で中止となる花火大会が数多くある中、石巻市をはじめサミット参加11団体は、団体のほとんどがすでに花火大会が実施されております。八代全国花火大会のサミットへの参加は2003年平成15年8月に開催された第2回新潟県の全国花火サミット in 長岡2003に初参加をされております。また2009年10月17日から18日2日間、全国花火サミット in 八代2009が八代で開催されております。主催者として福島市長は花火サミットでのパネラーとして参加され、本市の花火競技大会を全国に情報発信しアピールされたとお聞きしております。今後花火サミットに積極的に参加されまして、八代花火競技大会を全国各地へそれぞれの花火大会や観光の PR を行う絶好の機会と捉え、情報を発信しアピールしていただきたいと思います。観光客の誘致については、本市の観光客の入り込み数は平成22年の統計では約200万人以上の観光客が訪れております。その主なものは、八代全国花火競技大会が29万人、九州国際スリーデーマーチが12万人、妙見祭が16万人などとなっております。花火競技大会は一夜限りのイベントであり、もったいないとの声をよく耳にいたします。これだけ多くの観光客が八代に来られる機会を逃すのは非常にもったいない。なんとか他の観光につなげていただきたい。本市には豊かな自然をはじめとして歴史、文化、祭り、景観、農産物など魅力的な資源を有しておりますし、こうした本市の観光資源を生かしつつ魅力ある観光振興を図っていただきたいと思います。これまで花火大会については何度か質問をしておりますが、今回花火大会のことにつきましては関係各位の皆様の多大なご尽力をいただいておりますが、忘れてならないのが、この大会は昭和62年に始まっておりますが、津山花火屋さんのお母さんが大変なご尽力をされまして、この大会を開催するようになったとお聞きしております。心から感謝を申し上げます。さて、安全対策はもとより、イベントは準備、実行、後片付けの3段階が全部うまくいって成功すると言われています。本市最大のイベントであるこの花火競技大会を、大会実行委員会や観光振興課、
八代よかとこ宣伝隊が中心となり担当されて開催されています。行政におきましても一部一課一係で対応できるものではございません。職員の派遣程度の体制ではなく、市長をトップにし民間の協力を得ながら全長を上げた体制を取る時期が来たのではないかと思います。そして運営組織や安全管理、警備体制の強化、交通渋滞、駐車場の確保、ゴミ・トイレ対策、大会運営費の確保など計画を見直し、さらに万全な体制で花火競技大会が開催されますよう強く要望しておきます。今週も全国花火サミットのメンバーとして石巻市に連動して花火大会が東日本大震災の被災者の皆様に届くよう、頑張れ東北、頑張れ日本を合言葉に花火大会を開催し、被災地の多くの人々に勇気と元気を送るべきではないでしょうか。さて、本市最大の集客力を誇る花火競技大会も回を重ねるたびに年々大々的になり、まさしく九州を代表するイベントとして発展しました花火大会は、大きな事故もなく輝かしい伝統を誇っております。豪快な 大音響とともに夜空を美しく彩る花火は、これまで市民の目を楽しませ、また時には心を慰め励ましてきました。近年格差社会と言われ、暗い事件が頻繁している中、多くの人々がこの花火に一筋の夢や希望を見出していただくよう、来る10月22日第4土曜日第24回八代全国花火競技大会の成功を記念いたしまして、今回の一般質問を終わります。ありがとうございました。